ミュージックスタート。あ、レッツラゴー。今から始めるよ、感じでゴー。これかけるかな、意気投合。それが無理なら証しゴー。歌で覚えよう、元素記号。宮沢りえと結婚、森田ゴー。ゴー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 。最後まで行くよ、綾野ゴー。ゴー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 。おいっす、どうも、トムでーす。今日はね、もうこの漢字が超苦手な俺が漢字で GO をやっていきたいと思います。どれぐらい漢字が苦手かっつーとね、漢検5級、中学校の時、受け続けて、全部落ちて、漢検5級っていうレベルが、小学校卒業レベルっていうとこなんですよ。それずーっと受からんかったんですよ。もうそれぐらいの漢字、弱い人間がもうこの漢字で GO やったらどこまでいけるかちょっと挑戦してみたいと思います。まあ、無理そうだけどな。早速行きましょう。メイン。あ、なるほど。難易度を変える。そうやね。ノーマル、ハード、激ムズ。初めてとかにも、まあ、そうだな。ちょっとハード行きたいけど、ちょっと、ノーマルのここら辺もちょっと、なんか怪しいから、ちょっとノーマル行った方がいい。なんだこれ、ハード？意味わからなくて、これ。なんて読むんだ。もうここからは、あか、激ムズマがあが。え？ヘル？ヘル？地獄？意味わからん。うん、俺はノーマルだな、これは。うん。ノーマル行こう。次へ。ああ、16問コースと、7問コース、10問コース。他なんかあんのか？他はなさそうだな。とりあえず16問やってみよう。うん、16問ね。じゃあ行こう。16問。どれぐらい答えられるやろ？ギブアップ問題、ギブアップなんかねえよ。俺は、すべて答える。え、レベル1。なんすか？はい、来い来いよ。来いよ、来いよ。目印だろ、これは。目印。オッケー。で、今度はだな、円安。これはちょっと安、いや、簡単よ、簡単よ。いけるいけるいける。ここらが外国通貨のやつね。はいはいはい。お化け。え、これは化けでいいんか？これは化けでいいんか？ああ、化けでいいんやな。オッケー。ああ、バナナ。植物。夏みかん。あ、なんか簡単やな。余裕かもな、結構。え、なにこれ？袋締め。なんか漢字体みたいな。秘境。これは簡単よ。あれ？秘境。ちゃえて。おお。あ、ちょ、待って、待って、待って。秘境を。おお。え？あれ？秘境じゃない？え？待って。秘境、あ、いい、おいらないんだ。ちょ、待って。もう一回行こう。もう一回行こう。続き行こう。続き、あ、なるほどね。2個あんのね。一部始終。これは簡単よ。ことの始めが終わりまで。物事を詳しく。まあそうやね。で、あ、なんだ？あ、レベル2ね。お、地名、建造物。え、ちょ、待って。恐れ山か、これ。恐れ山？オッケー。なんか、岩手県の方あったね。確か、そういうの。岩手だか青森かなんかあったよね。排出かな？合ってたらオッケーけど。優れた人物に世に出ること。あ、そうなんや。排出って。なんて、なにこれ、ね、え、ちょ、待って、わからん。海浜公園え、海浜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 
何これ、初めて聞いた。あとラスト1やんけ。ちょ待って、こむずくね、むずくね。茶柱、茶柱、これはいけるいけるいける。あ、でもあんま俺茶柱見たことないけどな。お、次は
幹部かな、これ。幹部。お、幹部。病気や傷のある部分。あ、そうなんや、幹部って。へぇ。熱狂。これはいけるよ。あ、ちょっと待って。熱狂。オッケーオッケー。そんなん簡単よ。あ、でもこんなもんなんやな。レベル3。なんだ？宇宙？あ、植物。三文字して、タバコじゃない？これ。これはね、知ってるよ。何回も見てる。これは。あー、ナス目のナスか。へぇ。串刺し。串刺し。うん、オッケーオッケー。ここら辺は簡単よ、簡単よ。で、あ、やけど。俺、これな、覚えてる。みんなの前で、歌唱って呼んだ覚えるわ。めっちゃ恥ずかしかった覚えあるわ、これは。これは覚えてる。やけ。何とぞ。何とぞ。OK, OK. これわかるね。ね、よく使うことはないけど。何これ、オレオレ詐欺か。オレオレ詐欺。ああ、オレオレ、オレオレ。子供や孫のふりして高齢者などに電話。確かにそうやな。問題固定。どういうこと？ああ、そういうこと。みんな同じっていうこと。何これ？幕府？お、幕府なんや。高いところから白い布を垂らしたように直下する。あ。できるやん、俺。おー、すごいすごい。これね。あ、簡単っすね。余裕やわ、これ。俺、歯、あ、ちょっと待って。これ余裕やわ。いけるいけるいける。あー、これだけわからんかったな。これは卑怯だよな。卑怯みたいな、なんかそんなしてたな。あー、なるほど。じゃあこれハードいけるやろ。これハードいけるんじゃね？俺。慣れてきた方におすすめ。あなたは何問のけ、いけるいけるいける。16問コース、行こう行こう。いけるよ、これは。ラッシュ。何これ。行けよ、行こう行こう行こう。はいはい。あ、これ、何これ。高杉晋作。俺、歴史上人物俺に挑んでくるか。大体いけるぞ。名前は大丈夫やと。で、角木でいいんかな。角木？え、違う。え、角木じゃない。乾きでもない。え、何？過渡期じゃなくて過渡期なんや。物事が移り変わっていく途中で、まだ安定してない時期。ほう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 。ちょっと待って、これは、さっきのはミス。三味線。ちょっと待って、おい。俺めっちゃタイピング慣れへんから、ちょっと、三味線、俺、三味線のゲームめっちゃ潰しまくったの覚えてるわ。千剣の目。千剣。名じゃなくて、名じゃないんや。名って言うんや。それ知らんかった。巨編なんか。あ、巨編。文学や映画などで規模の非常に大きい作品のこと。長編とかね。彫刻刀やな、これは。彫刻と、オッケー。これは簡単やね。タイピングちょっと遅いんだよね、俺。で、次がレベル3。おー。遡る。俺結構できるじゃん。なんやったんか、俺関係5級合格してへんぞ。修羅場。ああ、いけね、いけるね、余裕。俺関係受けようかな。2級ぐらい余裕なんじゃない。木料なんかな、これ。なんやこれ、木料。あ、違う。綺麗とか。え、木霊。え、違う、何これ。え、何肥料。小棚。樹木に宿る。ああ、
小玉でしょうか、いいえ、誰でものやつですか、これ。へえ。そうなんだ。へえ、初めて知った。あ、ちょ、待って。なんか来た。危ない。陳謝、陳謝。陳謝。オッケーオッケー。自分の非を謝ること。で、犬猿の中やな。犬猿の中。オッケーオッケーオッケー。で、次が、でも簡単やね、ここら辺は。さっきのわからんかったけど、四股じゃない、これ。え、違う。獅子か。あ、獅子やね。ああ、そうやね。四股は違いね。四股はあれ、お相撲さんの方やね。で、レベル4。何が来る？お。誰これ？数えるか？数えるなんや、これ。へえ。初めて知った。きなか臭い。きなか臭い？違う。きな、きく、きなかくきくか？草、きな臭いか。きな臭いや、きな臭い。あー、危ない。きなか臭いじゃなくて、きな臭いね。オッケーオッケー。カラス帽子？カラス、帽子。違う。え？なにこれ？カラ帽子？カラ帽子？違う。なにこれ？カラスやんな。カラス帽子？え？エボシ？あー。むず。ちょっともう一回いけそう。もう一回いけそう。もう一回いこう。いけるもんだな。ちなまこ。ちなまこ。え、ちなまこになるんだけど。え、なに？血眼。血眼。血眼。え、え、なになになに？シャリンガン。シャリンガン。シャリンガンではない。ちまなこ。ちなまこって言ってた。まーとな逆やったな。これもう一回。やりたいな。は？つわもの、つわもの、つわもの、つわもの。え？なに？なんて読む？なんて読む？なんて読む？いや、無理。牙？小牙？え？雑牙？え？なんて読む？象牙の塔。オス、メス？え？なにこれ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 ？何これ、何これ、メス、オスじゃなくて何やこれ。死ゆを消する。へぇー。香水。違う。何これ、脳臭脳症。よーし、ハードモードちょっとやっていこっかな。ハードモード16問コースやっていこうかな。うん、まあ俺にしたら難しいかもしれんけど、まあやってみようか。ハードモードどんなもんかな。ハードモードいけるかな。キイチゴかな。キイチゴなんてあんねんや、初めて知ったな。いや、やっぱ難しいな、ハードモードは。やっぱやべえな、ハードモードは。楽しいかな、これ。楽しい。おー、道にと、あー、これは知ってるかな。まあ、他の次の問題が難しそうやな。人名やって。あ、三成やな。三成は知ってるよ。そう。関ヶ原の、ね。何だっけ？関ヶ原だったっけね。ニューヨーク。ね、ニューヨークなんてね、静香ちゃんが出てね、のび太さんのエッチーっていうやつでね。ニューヨーク。いやー、みんなで届けですね、これは。君に届けなんてね、届ける、君に届け、素晴らしい言葉だと思いますけどね。いや、ハードモードむずいね。レベル2はいけるかな俺。ハードモードのレベル2、握力。あ、これはいけるね。これは難しい、ちょっと難しいかもしれないけどね。まあ、ハードモードだったらこれぐらい。私利私欲かな、これは。私利私欲。
いやーハードモードこれどんどん難しくなってきてね、俺たまたま知ってたからしゃあない。ソロモン諸島、これは知ってるね。これはね、ソロモン諸島ってどこにあるんだ知らないけど、多分南の方だろう。目撃者ね、一度は行ってみたいですよね。そういう南の方とか旅行に、ああいうフィリピン、グアムとかね、とても良さそう。免許改善かな、免許改善、うんね、よくそう、武道芸術アニメとかで漫画とかでよく言いますからね、こういうとこ。おー、レベル3、あー、ハードモードのレベル3は難しそうだ。ハードモードのレベル3だ。いやー絶対、あ、これは陰陽師、オッケー。これはね、まあ難しいかもしれんけどね。まあ、ハードモードだったらこれぐらいだね。切磋琢磨かな。切磋琢磨。オッケー。これ難しいね、この四字熟語も。もう、一生涯。いやー、ここら辺来るともう、英検一級もそれ以上ぐらいのクラスだね、これは。では、ちょっと最初のノーマルに出てきたやつがちょっと多くなってきたかな。うん、ハードモードだけどやっぱそういうのもあんのかな。病棟、オッケー。なんかね、おラストかどうだ。ハードモードのファイナルってどんな問題だ。ちょっと待って、わからんぞ。パッタク？パック？違う。タツタク？何これ。え？ちょっと待って。キーで解説を説明。ちょっと見ていいですか。中国の禅宗の開祖たち、足立寺？座禅姿を模した日本の置物。え？なんだ？たったく、たつ、ま、ちょっと待って、はずいて、ハードモードとか言いながらノーマル選んで、それでできないっていうのは、ちょっとマジはずいて、ちょっと待って。何これ。たつま？はあ、たつま？た、逆とか呼ぶんかな？ちゃうか。太郎。はまろ。なんだ。太郎、たまろ。ハロ、たまろ、え、まって読まへんのこれ、右のやつは。だるま？A few moments later. よーし、ハードモードのラスト。これでもいける。あれ、なんかちょっと違くね。え、ちょ、待って、百科。行乱？オッケー。当たってた。ちょっと待って。最初ノーマルでクリアしたの、まぐれ。マジで、5、6回死んだで、ここ、ノーマルで。ボス行く前に。へぇー。終わろう。無理、漢字は。